ははいいこんにちは占い評論家の岡田ですえ今日はですねこの旧正気学っていうものはどこからこうネーミング的に来たのか何を、えーまあ、参考にしたのかっていうことでまあ,あの紹介したいと思います。一泊から旧士という言葉をですねよく使うんですけれどもそれはですねもともとは鬼門遁行の方位あるいは非正派風水で方位を表すものとして使われていました。 図面をちょっと見ていただくといいんですけどもそれぞれの方位について視力の方位とか、えー、六泊の方位とかそんな言い方をするんですねであの人命には中国流の、えー、非正派風水や鬼門遁甲では人命には当てはめませんですから、まあ、例えば日本の場合ですと一泊水星はこんな性格とか言いますがそういうことはしないんですよね日本の場合ちょっと気学というのはオリジナルな要素がありますのでその辺をまあ利用して えー、9つの性格分類して,るっているう特徴がありますですから、まあ、気学と風水は似て非なるものということで、まあ、気学の、まあ、日本的な要素に、ね、相当まあ変えているということが言えるかと思います。えー、ということで1泊から九死までのところは、えー、非正派風水や鬼門遁行では方位を表すということをちょっと、まあ、この図面からお分かりいただけると良いと思います。では、また発表いたします。